はいどうもこちらぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で今回なんですけども、アルティメットバトルでね優勝した方のデッキリストをお借りしてやってみようというところです。はい、まあゴッド悟空になります。でただね、このゴッド悟空面白いなっていうふうに思ったのが、今 OE17 号とかが入っていないという点と、あとはヒットとかも入っていないところですね。まあヒットを入れる代わりに、カリフラを採用して、またケフラとか、カットペスラを4積み4積みにしている、リストになっております。まあ見た感じかなり珍しい。まあカットペスラとかはね1枚とか2枚差しにして、17号を入れている方は多いかなというところはあるんですけども、まあそういうところではなく場面を取っていく意識でこのデッキを作っているのかなというふうに思いました。まあただね、このデッキ結構高校寄りの、デッキ編成になってるのかなというふうには思うので、まあちょっとランクマッチで戦っていくとなるとかなり難しいというか大変になってくるかなというふうには思いました。はい、ただね、もしよかったら、参考にしてみていただければなというふうに思います。紹介します。リーダーが、悟空、ウィスが4枚、亀仙人4枚、バーシルが4枚、カリフラ4枚、孫悟空4枚、カトペスラ4枚、ケフラ4枚、孫悟飯4枚、ケフラが4枚、リブリアン3枚、ウィスビルスが3枚、スパコン4枚、片鱗が4枚って感じです。敵の使い方など試合見ていただければ分かった。それではどうぞ。ほらワクワクしてきたぞ。ほらワクワクしてきたぞ。はい、マッチングいたしました。今回はアルティメットバトルで優勝した方のねデッキリストを使っていこうかなというふうに思っております。はい、悟空ミラーですね。で先行がこっちかな。はい、まあ圧倒的先行は不利というふうに言われてるんですけど、まあ先行のプランとしては、アグロ、まあハグロというか一気にね、ライフを回収していく、プランで覚醒を早めにやっていく、まあ横展開を早めにしていく動きを意識してます。ただねこのデッキ17号が入っていないんですよね。なのでちょっと相手のビルスがちょっと嫌だなという風なラインでは正直あります。うん、まあ珍しいかなという風にも思いますけどね。今やはり17号が入ってるのが多いのでね。で、あとこれは、なんだっけ、あいつ。あれなんだっけ、ミコスの2万のやつ。アタックしたらマイナスデバフするやつ。ヒットだ、ヒットね。ヒットが入っていない形ですね。うん、ただね、カリフラね、マジで強いと思うわ。こいつ、おかしいっすよね、性能が。クリティカル持ってて、で、2万台。で、またコンボパワー、コンボ値も持ってるっていうね。意味がわかんないっすね、こいつ。どうなってんだろうね。めちゃくちゃ強いよね。え、これ1500とかでもいいんじゃないかなって思いますけどね。やりすぎてるような気がするわ。はい。で、相手はヒットが出てきましたね。まあ、ここは、ヒットでカリフラを、取ってくる、デバフしてきたってところですね。まあ、正直、ここ、亀仙人やられたらめんどくさいなっていうところはあったんですけど、まあ、亀仙人はせず。で、相手は、もう覚醒は勝手にせえというところですね。という感じで、覚醒ラインを入れてきた。はい。じゃあ、覚醒しましょうかというところですね。全力で来い！はい、全力でいきましょう。さあ、まあ、さっきも言ったんですけどね、ここで、やっぱ、17号とかあれば、ここから結構硬い立ち回りにはなるんですけど、まあ、入っていないところがあるので、まあ、吹っ切れて戦っていくしかないかなというところですね。一気に行くぞ！はい、まあここは、ケフラからの、ケフラですね。でワンドロー、まあツードローできるって感じですね。でそのほその後カリフラ出していく。まあカリフラからまず殴っていきましょう。まあ手札が、まだね充実してないというか、手札が多くなる前に殴っていってクリティカルが通りやすくする。まあコンボで逃がされると思いますけどね、今みたいに。まあ、ここも、殴っていく。まあ、ここからはもうバン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 殴っていくって感じですね。まあ、次のターン、相手が4コス使って、なんだ、ケフラの展開してくるなら、まあ、相手の利点であるエナジーマーカーがなくなるので、まあ、横に並べてくるなら勝手にせいというような感じで、いったというところですね。まあ、そしたら相手は孫悟空が出てきました。まあ、二面処理をしたいというところでしょうかね。で、相手はコンボで、使って、顔面を詰めてきたというところですね。まあ、ただこっちもコンボでいなせばいいので、いなしていく。さあ、
国産コスの悟空では盤面を処理しようというところですね。まあここはしっかりと盤面の亀仙人もいらないかなってところあるので、まあ除去しました。まあ次のターンもビルス出てきたら横でね一気に消されてしまうっていうところあったので、まあここは破壊されるとコンボに乗っけるというところですね。まあここはもうバン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 、顔面に圧をかけていくというところですね。でただね、ここ相手ねコンボでねいなしてきたんですよ。まあ、実際これもリプレイになってるんで展開が早いんですけど、かなり考えましたね。でここは、覚醒の効果を使いつつ、ケフラを出してきました。まあ、手札に身勝手の片鱗がなかったんで、ちょっとやだなってところあったんですけど、まあ今引けたんですけどね。まあブラフとして2コス残して私は今身勝手の片鱗持ってますよみたいな感じにしようかなっていうふうな動きです。一気に行くぞ、全力で来い。はい、でもここはもう顔面顔面詰めてってというところですね。で相手はコンボ1枚はたかせる。でここは特に、何もしないんじゃないかな。そうですね、まあ片鱗で、25,000で顔面をしっかりと守れるようにしていくというところですね。はい、まあここ相手顔面詰めてきたので、5000で逃げられるので5000で逃げつつ、さあ相手はどう来るかというところで、相手は、終わりましたね。手札に何もなかったのかな。まだなんか諦めなくてもよかったかなっていうのは正直思いますけど、ただケブラからの展開がなかったのか、まあ、かなりきつい手札だったかなというところあったんですけど、まあ、圧をね、かけて早めの覚醒で勝つことができたというところです。はい、マッチングいたしました。続いてはご飯ですね。かなり珍しいリーダーかなというところですね。はい、まあ、この方プラチナの方だったんですけどね。さあ、まあ、緑とか赤対面以外だったら、もうほとんどアグロな感じでね、もう自称していいかなというふうには思っております。まあ、ただ一個怖いのが、まあ、ご飯の場合だと、自分のリーダーの打点を35,000に上げつつ、画面の火力があって、その後、17号、18号のダブルストライクで、ちょっといなされてしまうっていうところもあるのでね、結構立ち回りが難しいかなというふうには思いましたね。まだなんかご飯戦えるんじゃないかなというふうに正直思ったんですけど、どうなんですかね。セルはよりかも戦えるかなと思うんですけどね、どうなんだろう。相手珍しいのが7コスのねブロリーが入っていましたね。これ初めて見るんですけど、強いんですかね。で相手ミーティアで、全力で取ってくるというところでした。まあここはシンを使って、手札を残していく、あカリフラですね、ごめんなさい、カフリフラを残していくというところですね。まあ相手目線嫌なのかなというところもありますし、まあ自分がもしご飯やってたとしたら、クリティカルでバン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 手札削られるのかなり嫌なので、はい、やはり強いですよね。カリフラを取るためにリソース1枚吐かなきゃいけないというところがまあ強いですよね。ハンド1枚使って、こいつぶっ壊れですよね。はい、でカリフラも1枚引けていくと、まあなのでここはカリフラも1枚出していきましょう。まあ次のターン出てくるとしたらベジータかなというふうには思いますが、さあ相手はベジータ出てくるのかと。はい、まあ、ただベジータ取られたとしてもここは、1枚しか取られませんね。で相手孫悟空出てきたので、ベジータはないんだなーっていうところです。はい、で相手は盤面の悟空を使って、コンボを上げてきました。まあここで覚醒できるなーと思って私は今亀仙人でね、コンボ乗っけたんですけど、
まさか出てきたのがこのサンコスのね、悟空です。これ強いですよね。うん、めちゃめちゃ強いなっていうふうに思いました。はい、あれさ、ちょっと待って、一回止めますね。効果ね、見たい、ちゃんと。あー、やっぱ悟空の時しか、ご飯の時しか使えないのかな。なんか16号、17号の、17号、18号か、17号、18号の時にね、これ使われたことあって、これなんか普通にね、マナに送られてたようなイメージあるんですけどね、どうなんだろう。まあそんなことはどうでもいいか。はい、まあここはカリフラでぶん殴っていきます。よく怒らせたな。はい、ここね、ちょっとね、あれなんですよ、ビルスにしたんですよね。ぶっちゃけ覚醒して横に広げてもよかったかなっていうところは正直あるんですけど、覚醒すると次のターンがちょっと怖くて、まあ相手が今17号18号持ってるのか分かんないですけど、もう持ってなかったですね。持ってはなかったんですけど、そのラインがね、すごく怖かったんですよね。なんでちょっとあえてせず、行ったというところです。まあ相手ここに対しては顔面殴ってきてくれたのは嬉しいかなというところですね。はい、で、トランクスが出てくると、はい、でトランクスでぶん殴ってくる。まあここは覚醒して、コンボチコンボでね、逃げれればいいかなと。で、身勝手の片鱗引けてのもでかいですね。まあ相手のリーサルを逃げることもできるのでね。まだまださあ相手は、悟空の効果を使ってマナを貯めてったと。はい、ここはマナをチャージせずに行くというところですね。まあここはまず、顔面をしばいていきます。でここ通すんだなっていうふうに思ったんですけど、一気に行くぞ。正直ね、ここで手札にダブルストライクのね、おばちゃんがいればね、まあここで終わらせてもよかったかなっていうところは正直あったんですけど、まあ、持ってなかったんだね。でこれ正直言うと当たり方逆っすね。まずご飯から行かないといけないところをちょっとカリフラから、あ、ケフラから行ってしまいました。はい、まあここは気をつけていただければなというところですね。はい、でここ通してきたんで、相手の卓的にはまあセルいるんじゃないかなというところですよね。はい、まだただセルが出てくるのか、あとは、ダブストで通されるのかっていうところがちょっと2択あってね、怖かったので、まあここは横に並べるよりか、3コスで立たせて2コス片鱗持って、戦っていくというふうな択にしたというところですね。さあ相手は、何が出てくるか。まあセル以外だったら楽な戦いかなというところあったんですけど、やはり出てきたのはセルでしたね。マナーを回収しながら、2番面取っていく。はい、で相手はセルで、シャチ男をね取っていこうと。さあまあここに関しては片鱗で、逃げていくしかないので逃げましょう。まあこれ盤面、アタックできるのが2枚いるので、まあ手札にね、あのおばちゃんがいるっていうブラフもかけられるっていうところがあってね、かなりいい盤面ではありますね。でまた3コスの孫悟飯が引けているので、まあ、セルも取れるかなというところではありますね。さあここも相手はいなしてくると。
ここは、なるほど。効果を使って出していくということですね。で、孫悟飯。まあ、相手的に、ここ顔面詰めるよりかね、しっかりと盤面処理した方が強いなってところあったので、まあ、ここは顔面処理じゃなくて、盤面を取っていくと。相手はコンボで逃げてきましたね。で、カットペスラ出してきます。で、デバフをかけていって、カットペスラでぶん殴っていく。さあ、ここは取れるのかというところですね。取れましたね。はい。で、ニコスわざと残して、こっちには片鱗持ってますぜ、みたいなね、動きをしていくと。持ってないですけどね。で、相手は、盤面を取ってきたので、まあ、このターンにリーサルはないだろうというところになっています。17、58号では無理なんでね。で、出てきたのはトランクス。かなり珍しいデッキリストっすよね。はい。まあ、ここはコンボで逃げていくと。いろいろと試行錯誤してんでしょうね。で、相手はビッグバンアタック、で、盤面を取ってきますが、かなりきついですよね。もうほとんどリーサルあるかなというところです。はい。まあ、ここはマナーチャージせず、まず、リーダーから殴っていく。はい。で、あとはカトペスラーで殴っていく。通っていく。で、カトペスラーで殴っていく。さあ、相手は効果を使ってきましたが、相手のマナはもう、5コスというところになるんでね。まあ、かなり厳しいですよね、こうなってしまうと。はい。まあ、ここはケフラーを出して、ワンドローからの孫悟飯引けたのでかいですね。本当はケフラー出そうかなと思ったんですけど、まあ、悟飯引けたなら盤面取りつついけるのでね。ご飯で顔面殴って、相手は特にコンボはせず、通してって GG という感じです。はい、何もなかったですね。こんなパワー初めてだ。はい、マッチング出しました。続いては、覚醒ザマスですね。まあ、ザマスは結構戦いやすいリーダーかな。我の邪魔はさせる。まあ、ただこっちが自称早くなかったらめんどくさいなっていうところもあるですけど、あとはベジットとか序盤しっかりと盤面支配されちゃうときつい印象は正直あります。まあ、ザマスでこっちがやられて嫌なのって4ターン目に覚醒ザマスを出されんのがめちゃくちゃめんどくさいんですよね。あれ。まあ、だから4コスのザマス、覚醒ザマスを出させない動きが大事になってくるのかなというふうに、個人的には思ってます。はい。で、バジルがめちゃくちゃ来るんですよね。で、ケフラ。まあ、手札にケフラもいるのでかなりいい手札かなと。相手はザマスが出てきました。トランクス、さあ、身勝手。まあ、ここは送ってしまってというところですね。カリフラ引けたのでかいですね。誰を誰だと思っている、はい。まあ、相手はいつも通りの、序盤耐久型って感じですね。しっかりと、コンボで逃げていくというところですね。我を誰だと思っている。まあ、このザマスに対してカリフラ結構嫌なカードではあるので強いですよね。まあ、いつでも強いんですけど、より強いっすね。
はい、相手はザマスが出てくると、まあ一面一面処理処理というところですね。神の裁き、でザマスでぶん殴ってくる。はい、まあしっかりと3万で耐えてしまえばいいので、いきましょう。うん、さあ相手はトランクス。で、ケフラ、まあここバジルもいらないかなっていうところあるので、バジルを送ってしまう。ここね、ちょっとアタックの仕方間違えたなっていうところは正直あるんですよね。まあ最初にカリフラで良かったなっていうところはあって、誰だと思っている、そう、まあただ相手盤面いなしてくれたってところもでかいんでね。我を誰だ、ここのカリフラの攻撃も通ってなかったってところなので、まあどっちでも良かったかなってところですね。でカリフラ出してって、まあ盤面3枚並ばせるというところですね。相手次大釜打たれたとしても一面残るようにしていきました。はい、で相手コンボスパコン使ってくれたのもでかいですね。まあ手札1枚大釜なんじゃないかなってところはあったので、まああと1枚はコンボは、そうですね、やっぱ1枚大釜ですね。さあこっからはどうするのか。神の裁きを下そう。相手はコンボで逃げやっていくのかってところですけど、やはりコンボはせず。で大釜で、何をやってくるか。ここねカリフラー2枚取られたらちょっと嫌だったなってところあったんですけど、カリフラーではなかったですね。はい、まあ、まずカリフラで、クリティカルでいきましょう。相手はギャリコ砲で守ってくる。はい、でここからもう、戦いを変えました。まあ正直ね、覚醒もありだったんですけど、はい、あれ覚醒できなかったか、今覚醒できなかったですね、ごめんなさい、なんもないです、はい、無視してください。神の裁きを下そう。でザマスでぶん殴ってく。はい、ゼンちゃん出てきましたね。でこのゼンちゃんでは殴ってこずと。まあゼンちゃん確かに強いっすけどね、そこまで言うてっていう感じだから。はい、まあここはライフ取りにはいきません。覚醒はしないというような判断ですね。まあ、ワンチャン負け筋としたら、覚醒したタイミングで、なんだ、相手がベジータとか持ってて、ガッて詰められるのもね、めんどくさいので。我を誰だと思っている、はい、まあ、ここはコンボせず、覚醒せず戦っていけるでしょうというふうな判断ですね。神の裁きを下そう。で、一個でかいのが、相手ピラフ、一枚墓地に今あるんですけど、ピラフが出てこないのがでかいですね。うん、あいつやっぱめんどくさいんで。はい、ただビジットでカリフラは、やられていく。でここは、悟空で顔面。さあここはどうすんだろう。亀仙人覚醒に入れていくという風な判断ですかね。スパコン2枚目はでかいですね。まあもうここら辺から、相手でかいの来たとしても、スパコン2枚あれば耐えられるでしょうという風な判断ですね。で、覚醒をして2万5000。で、3枚目のスパコンも引けたのもでかいですね。はい。さあ、ここは相手、コンボ値1000ないと、きつい。1万ですね。1万ないときついところですが、特にな。一気に行くぞ。で、ケフラからのカトペスラ。で、まずケフラでぶん殴ってくる。まあ、これ、正直、カトペスラから殴った方が良かったっすね。誰だと思っている、うん、間違えましたね。はい。
でまあとりあえず2万で殴っていくというところです。まあコンボ乗っける必要ないんでね。さあ相手は覚醒のタイミングに入りました。全てを終わらせてやる。ただ横に、展開しているっていうところもあるので、まあ相手ここは処理しないとめんどくさいラインですよね。なので全ちゃんを使ってくるのかなというところではありました。さあまずザマスの効果で、ライフを回復しつつ、全ちゃんが出てきましたね。さあこの全ちゃん殴ってくるのかというところですけど、殴ってきましたね。まあ、ここは4コスのダブストのやつを、コンボにしていなしていく。さあご飯引けたのはでかいですね。まあ、身勝手3枚目いらなかったので、送っちゃいました。でスパコン4枚目引けたのはでかいですね。でここはなるほど、はたかなくてもよかったかなっていうところは正直ありますけどね。はい、でケフラさん引けていく、カリフラさんか、カリフラさん引けていく。我を誰だと思っている。で、ケフラーで殴ってくる。まあ相手はここもコンボで逃げていくというところですね。我を誰だと思っている。で、カリフラーを出して、カリフラでぶん殴って、ここは片鱗打っていきます。で片鱗打って回収するのは、はい、リブリアンさんですね。まあ相手手札は回収できないのでね、いいですね。さあ相手はどうするか。まあ効果を使って、ライフを回復しますが、相手の手札ね、もうかなり薄くなってるので、まあここは耐えてしまえば勝てるかなというところですね。まあここ全ちゃんまた出てくるのかな。特に全ちゃんはなく、大釜で2面処理。さあご飯出てきたのはでかいですね。まず盤面の悟空、リーダーの悟空で殴って、盤面の、ケフラを使ってコンボ、乗っけていくと。やりこほをはたかせたのはでかいかな。さあケフラを出してってからの、孫悟飯2万5000ですね。まあ2万5000でこれもね、ご飯から殴った方がいいですよ。さあここをご飯で、しばきに行くと通ってきましたね。なので、まあ、次のターン、リベリアン使ってダブストでしばくことも可能になってきたラインではありますね。これが神の力だ。はい、でゴケブラやりこほ入れましたね。で相手やりこほ入れたのでライフ1回復しないんじゃないかなっていうところは今思いました。うん。あれ、戦っててね、思ったというところですね。で、相手、覚醒ザマスではなくってこずと。行くか。はい。まず2万5000にして、殴ってきます。もう、あとは単体で殴ってって、相手のコンボカード、ハンドをね、減らしていく作業になってくるので。一気に行くぞ。ゆっくりゆっくり戦っていけばいいというところですね。で、3コスの悟空を出して、ライフを回収。で、3コスの悟空からぶん殴って、コンボを使わせる。で、3コスのご飯を殴りつつ、身勝手の片鱗をかましていくと。さあまあほとんど勝ちかなというところではありますよね。まあ相手の手札は3枚なので、1枚ギャリコ法確定してます。4万の8万
まあ残りの手札が、スパコンだったとしても9万かな最高で。はい、ワンドローして、まあこれがスパコンだったら10万ですけど、おお10万すごいですね。スパコン3枚でしたけど、まあ12万には劣らず、GG というような感じです。